こんにちは。総戦力ランキングが52位まで戻りましたサードラです。今回なんですけど、こちらですね、28日から実装されましたジンオーガー州とフルフルですね、この2体の性能の評価をやっていこうかなと思います。でケチャオチャに関しては過去に実装された時点で性能評価出しているので今回特に触れないんですけど、まずジンオーガー種からですね。でまずステータスなんですけど、まあ、テロップでこの辺に出していると思うんですけど、 HP が 149%、 攻撃 196%、 防御が 153%、 賢さ 157%、 速さが 179% になりまして、まあこのステータスがレベル70時点ですねのステータスになります。で特徴としてはまず攻撃力ですね。攻撃力が今までトップだったジンオーガーと2位だったナルガクルガーを抜いて今回トップに、このジンオーガー種が来てます。なので、まあ、配布でこの火力を出してくれるっていうのはめちゃめちゃ優秀かなっていうのと、まあ、速さも平均ぐらいはあってくれるのでアタッカーとしてまず優秀かなと思います。であと耐久面ですね。耐久面に関しても一応 HP は平均ぐらいで防御が7位で高い方になるので、まあ、耐久もまあまあできるオトモンかなって感じですね。なのでまずステータスに関してはまあ申し分ない、まあ、アタッカーとして優秀なステータスかなと思います。で属性とタイプに関しては竜属性の攻撃タイプになるので、竜属性のアタッカーってマガツキしかいないんですけど、まあマガツキを引けなかった方とかに関してもジンオーガー種で一応竜属性のアタッカー代用っていうことができるので、まあこれもかなりありがたいポイントになるのかなと。なんで今やってるようにダライアスにこのジンオーガー種をくっつけるとかそういうムーブも取れるので、まあめちゃめちゃまあそれで竜属性アタッカー代用みたいなこともできるので、これもありがたいポイントになるのかなと思います。であと属性耐性なんですけど、これが竜属性耐性を 25% 持ってくれてるんですよ。なので今来てるジンオーガー種の超級の周回にジンオーガー種使うことも全然できまして、過去にあの攻略動画で僕ナルガクルガを使ってると思うんですけど、ナルガクルガの代用で持ってない方とかはまあライラとかシノ雷属性のアタッカーにジンオーガー種をくっつけてあげて耐性持つってことも全然いいのかなと。まあ攻撃力も高いのでそれで代用してもらっても全然問題はないのかなと思います。っていうのがまあジンオーガー種のまず特性とステータスの評価ですね。で次技なんですけど、技に関してはこのタック技、これは両方優秀になりまして、まずこの SP60 の、75の4回なんで SP 効率が5ですね、60SP の300威力になってくるので、これがまあ俗に言うまあよく優秀と言われているリオレウスのブレスですね、フレアブレスかな、あれが60の300で一緒なので、これはもう単純に優秀かなと思います。なんでリオレウスのまあ竜属性版みたいな感じですねの技になってまして、このもう一個の方ですね、猛竜連撃かなでいいのかわかんないですけど、これが SP75 の215の2回なので、430か。で、これも SP 効率5を超えてきてるんですよ。なので、まあ、この2つに関してはもうめちゃめちゃ優秀かなと思います。なので、まあ、使い分けとしては高難度で時間がかかるときは75使って、低難度で2ターンで周回したいときはこっちですね。を使ってもらうっていう風に使い分けもできるので、まあ技に関しては本当に竜属性版のリオレウスって思ってもらえれば使、もうそれで使い方は大体わかると思うんですけど、そういう使い方してもらえれば全然いいのかなと思います。なんで竜属性アタッカーいない方はもちろん火力が出せるライダーにこれくっつけるだけでも全然竜属性アタッカーとしてできるので。で、次ですね。こっちの技、オトモン技に関しては、こちらですね。SP55 で SP 効率5の275の技があるので、これもまあ低難度周回で、こっちですね。この60の75、4回に関しては敵ランダムに4回なんですよ。なので敵が1体しかいないクエストの周回はこっちがいいんですけど、複数体いて単体にちゃんと火力を出してほしい時とかはこっちですね。なので低難度周回とかではこっちが使えるので、まあその使い分けをしてもらえるといいのかなと思います。で次オトモン特性ですね。これもまあしっかり攻撃強化、竜属性のダメージアップとかにつながってくるので、まあアタッカーとして申し分なしのステータスになってるのかなと思います。っていうのがまあジンオーガー種の評価ですね。まあめちゃめちゃ強いかなと、まあ配布の中では僕の中では一番気に入ってるんですけど、まあめちゃめちゃ強いかなと思います。っていうのがまずジンオーガー種の評価ですね。で次フルフルなんですけど、フルフルに関しては僕持ってないので、こちらですね、あの普通に交換所からちょっとステータスを出させていただくんですけど、フルフルのステータスですねに関してもここに出してると思うんですけど、 HP が150、攻撃175、防御が147、賢さ184の速さが186になってまして、まあ、特徴としては賢さと速さですね。この2点が、賢さが全体の3位で速さが全体の5位になるので、これが高いと何がいいかっていうと、ヒーラーとしてめちゃめちゃ優秀なんですよ。っていうのが、まあ、速さに関しては基本的に速ければ相手より先に動けるので、ヒーラーって相手より先に動いて回復しないとほとんど意味がないっていう場合もあるんですよね。っていうのが、まあ、死んじゃったら
回復できないので、それよりも相手より早く動いて回復した分で耐え切るっていう風にした方が価値はあるので、も速さは速い方がヒーラーの場合いいですし、賢さが高いと回復技を使った時の回復量が増えてくれるので、まあここの2点がかなり優秀なポイントになってくるのかなと思います。で、本当にヒーラー寄りのステータスですね。で、あとは一応耐性は氷に 50% あるのと雷に 25% って感じですね。で、技なんですけど、タック技で、まず僕が注目してるのはこっちですね。フォールボルトなんですけど、これが SP70 の威力400になりまして、SP 効率5を超えてるので、技としてはかなり優秀なものになるんですけど、で、10% の確率で麻痺なんですよね。なんで、ジンオーガで、火力が出せる方の麻痺狙うやつがあったと思うんですけど、まあ、あれと同じような使い方ができるので、まあ、ここはかなり使い勝手はいいのかなと思います。ただ、フルフル自体が攻撃力高いかって言われたら、まあ全体の10位なんで平均ぐらいなんですよね。なんでまあそこまでめちゃめちゃ火力出るっていうの、陣王画みたいな、バカみたいな火力が出るっていうのは期待できないんですけど、一応まあアタックにも使えるよって感じですね。で、次こっちなんですけど、お供技ですね。で、お供技で僕が注目してるのはこれですね。このしびれ放電なんですけど、これが、まあ、SP40 で威力25で威力は低いんですけど、麻痺確率が 60% なんですよ。で、これが、一応まあ僕が認識してるお供の中では一番麻痺付与率が高いんですよね。っていうのが、まあ、ジンオーガが今まで 40% でいたんですけど、まあ、これが 60% なんで、確率で言うなら単純に 1.5 倍麻痺をかけやすくなって、 SP も40でいいので、まあこれはめちゃめちゃ麻痺、なんか今後本格的に麻痺を狙って運ゲーしないといけない高難度とかが来た時はフルフルはめちゃめちゃ役立ってくるのかなとは思いますですね。あと食い破り、これが一応攻撃しながら回復ができるので、まあこういったので、まあ例えばヒーラーにこれ乗っけてあげて、まあ、自分自身が回復技を使う、他に回復技を使う必要がない時は攻撃しながら回復したりとかですね。で、まあいざとなれば麻痺で延命したりとかっていうことができるので、本当にサポートに向いているキャラクターになるのかなと思います。で、特性もそんな感じですね。まあ主性効用、これがターン開始時に防御上昇がまあ確率で入るので、ヒーラーが防御バフもらった時ってめちゃめちゃ場持ちしてくれるんですよね。防御も高いし自分自身も回復できるしっていうので、めちゃめちゃ場持ちが良くなるので、この主性効用をヒーラー運用するお供が持ってくれてるのはめちゃめちゃいいかなと思います。と、速さも上がるっていう特性があるので、まあ本当にヒーラーですね、何回も言うんですけど、のお供になってますって感じですね。はい。で、まあ今回のまあ性能評価で、まあフルフルはガチャのおまけになるので、フルフルをじゃあ狙ってガチャ引くべきかってお話を最後にしていくんですけど、フルフルに関してはそこまで僕個人としてはまあ無理に追う必要は今のところないのかなとは思ってます。っていうのが、ヒーラー運用のお供であれば、まあ、最悪ガーディーに耐久できるお供をくっつけたりとかで対応できたりとかするので、まあ、僕はそこまでで、麻痺も使おうと思えば最悪ジンオーガで、まあ、SP 高くなっちゃうんですけど、まあ、やれないことはないので、まあ、そこまで、まあ、めちゃめちゃ無理して引いてまでフルフルを追うかって言われたらそこまでしなくていいかなって感じなんですけど、まあ、おまけで出てくれたらめっちゃラッキーと思ってもらえるといいかなと思います。あとワンポイントなんですけど、これまあ前の動画でも話したんですけど、フルフルをもし普通にガチャで引いた方、まあ、ゲットした方とかは、この交換所ですね、交換所が62日間あるんですよ。なので、普通にじゃあフルフルをゲットしました。ってなって、この観測体があると思うんですけど、観測体に、この一番下ですね、この、特大のところにフルフル打ち込んであげると、1日だいたい3から4宝珠、3かな宝珠ゲットできるんですよ、フルフルの宝珠が。ってなると、期間がこれ60日間、この交換所があるので、これですね。期間限定ショップじゃない、交換所か。これで、フルフルが、まあ、宝珠100個で1体手に入るんで、観測体に60日間預けたら180宝珠になるんですよ。ってなると、フルフル1体引けば観測体に入れとくだけでもう1体複製ができるんですよ。ここで交換して1体もらうってことができるので、もしフルフル引けた方はこれまでやってもらうと無駄なく回収ができると思うので、ぜひぜひやってみてくださいっていう感じですね。はい。ご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。スミカがどうしてでも欲しいので、スミカ狙いで、リベンジマッチですね。マガツキは前回引けたので、もし見てない方はそっちを見てもらってから、前回150連ガチャと性能評価してるので、見てない方は動画の最後にも貼っておくので見てもらえると嬉しいです。早速こちらですね、スミカ狙いで引いていこうかなと思います。マジキンベル、マジキンベル頼む。ナイスね。本当に最近このゲームのガチャはないんでスキップします。はいマジで、フルフル、あ、で、ついでにフルフルの星5も狙ってますね、今回。頼む。
いやーマジ肉スキップします。フル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 、はい、マジ怖ちょっと待ってね、40連って言っても1万円分はこれあるんで、マジで頼む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 。でこれ以上追うかに関してはちょっと厳しいところがあるので、まあ、また考えようかなと。ナイス、あとはピックアップ仕事するだけ。ナイスナイスナイス、あとはピックアップ仕事してくれれば終わり。マジお腹痛い、マジお腹痛い、頼む。はい、あーマジか。やっぱマリ嬉しいんですけどね、マリ64レベルで止まってたので宝珠ありがたいんですけど、今じゃないっすね、今じゃないっすね。頼む頼む、まだ抜けるまだ抜ける。はい、じゃあ攻めてフル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 。はい、でラストっすね。一応次おともも卵確定なんで、まあ、フルフルが出てくれたら星5っすね、ありがたいんですけど。キンベル、マジスキップします。来いフルフルケチャワチャっすね。ケチャワチャはもうめちゃめちゃ引いてるので、ケチャワチャめちゃめちゃ引いてるので、で、あ、まああれっすね、まあ、せっかくなんでもらった星5確定ガチャチケットが4枚あるんで、これもちょっと消化して終わろうかなと思います。これもこれ狙いは今あれですね、シノですね、シノを70レベルにしたいので、マクシス、一応キャラ自体はあのここでもガチャで出るキャラ全部持ってるんですよ。なんで欲しいのは本当にシノの宝珠なんで、あまりあれ触れます。いやー厳しい、マジはい、イブキですね。で最後シノが出てほしいな、シノ、はい、ブランシュですね。ブランシュめちゃめちゃ出ますね最近。はいって感じですね。はい、ご視聴ありがとうございました。これ以上ですね追うかどうかはまあお財布事情とかもあるので、またちょっと考えて、もしリベンジするなら、まあ、Twitter か YouTube でやげようかなと思ってますので、ぜひぜひもし上げた際は見てもらえると嬉しいです。バイバイ。